皆さん、こんにちは。9月3日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体王座戦で、統一王者井上尚弥選手は元 IBF 世界同級王者 TJ ドヘニー選手に7回 TKO 勝利を収めました。今回は次回の対戦相手に関する情報と最近の井上尚弥選手のニュースについてご紹介します。プロボクシングの WBA 世界スーパーバンタム級 55.3kg 以下1位のムロジョン・アフマダリエ選手が21日までにスポーツ報知の取材に応じ、世界4団体同級統一王者井上尚弥選手との12月の対戦を強く要望しました。タイトル奪還の機会をすでに3度も待たされていると主張。 IBF WBO 1位のサム・グッドマン選手が12月24日に首都圏内で予定される防衛戦の有力候補と報じられていることに大きな不満を見せました。井上尚弥選手は4日に、どの道どっちともやるんで心配しないでください、次アフマダリエフになろうがグッドマンになろうがいずれやるんでと、両者ともに挑戦を受ける意思を見せています。それでも元 WBA IBF 王者はあくまでグッドマン選手よりも先に試合をする権利があると訴えました。アフマダリエフ選手は昨年4月マーロン・タパレス選手に1-2の判定負けで WBA IBF のベルトを奪われましたが、判定を不服として抗議。その後は井上尚弥選手との対戦を熱望していました。アフマダリエ選手はインタビューで現在の状況について、次に起きることに備えてトレーニングを再開しています、10月中旬には米国インディオに戻りトレーニングの強度を高めていきます、井上尚弥選手とドヘニー選手の試合は見たか、ハイライトで見ました、井上はとてもシャープに見えた、やはり彼は人々に自分の凄さを見せることができるファイターです、私はもともとドヘニーを6ラウンドまでにストップすると思っていましたから、結果にも驚きはありません、どう攻略する、私のチームトレーナーたちがフルファイトを見ているので、今後私に井上対策についてはアドバイスをしてくれると思います、ただ彼の今後のプランについての報道が私を困惑させています。グッドマンが次期対戦者の有力候補であるという点か、ナオヤはあなたとも戦うから心配なくと明言しているが、そうですね、でも WBA はドヘニー戦を承認する際に井上陣営に次は私と戦うことを条件付けたはずです、グッドマンの名前が先に出てきたことに私は困惑せざるを得ませんでした。どういうことか。私はすでに3度待たされています。タパレスと再戦するはずが、井上対タパレス実現を助けるために待った。次に井上対タパレス戦の勝者と対戦するはずが、ルイス・ネリ、メキシコが優先された。そして、WBA が指名戦を指令したが、ドヘニー戦の準備が進んでいたことで、再び待つことになった。それで、次がグッドマンなら WBA のドヘニー戦承認時の条件はどうなるんでしょう。約束が守られないのであれば WBA には王座剥奪などの厳格な対応をしてほしいと思います。それは WBA の務めです。他に言いたいことは、世界のメジャーなボクシングメディアは今の122ポンドスーパーバンタム級で最も井上と戦うにふさわしいボクサーはグッドマンではなくアフマダリエフであると認めています。世界で最も優れたボクサーである井上がこれ以上私を待たせることは不自然です。日本のボクシングファンに伝えたいことは、井上という素晴らしいボクサーを私が避けているわけではない、いつでもどこでも挑みます、私はベルトをもう一度手にするチャンスを待ち続けています、この待ち時間が早く終わることを願っていますと語っていました。戦績は31歳の井上尚弥選手が28戦全勝 25KO、 29歳のアフマダリエフ選手が12勝 9KO1 敗、25歳のグッドマン選手が19戦全勝 8KO。 一方の井上尚弥選手ですが、米スポーツ専門局 ESPN が発表したパウンド4パウンド TFP 階級差のない最強ランキングの最新ランキングで2位に浮上、
前回の3位から一つ順位を上げました。日本が世界に誇るモンスターが、その実力を高く評価されました。井上尚弥選手は去る9月3日東京有明アリーナで実施された世界スーパーバンタム級4団体王座統一戦で、元 IBF 同級王者のテレンス・ジョン TJ ドヘニー選手を7回 TKO で撃破し、2度目の王座防衛に成功しました。同メディアは絶対王者の座を防衛したことに触れ、ドヘニー戦の勝利により、井上はテレンス・クロフォード米国と並び PFP2 位に躍り出るだけの票数を獲得したと評され、昨年に世界ウェルター級で4団体統一を果たしたクロフォード選手と並び2位にランクイン。ドヘニー選手の腰の負傷により消化不良に終わってしまったとはいえ、圧倒的な力で4つのベルトを防衛したモンスターへの期待は高いです。ちなみに1位は WBA、WBO 世界ヘビー級スーパー王者で、WBC 同級王者のオレクサンド・ルーシク選手、3団体統一世界スーパーミドル級王者を防衛したサウル・アルバレス選手は、前回の5位から変動はありませんでした。そんな井上尚弥選手の現在の記録をスポーツ記者がまとめています。記者は初めて MLB の取材機会に恵まれたが、普段は国内でボクサーの取材が多い。2018年から見てきた井上は、派手な試合内容もさることながら常に何かしらの記録がトピックになった。世界戦9連続 KO など日本人初の冠は書ききれないほどあり、通算23勝は現役世界最多でもある。世界2人目の2階級4団体統一の偉業を達成し、このままのペースでいけば来年末にも世界戦27連勝に到達する、あのフロイド・メイウェザーらを超える世界記録だ。現役だけでなく歴史上でも最高のボクサーと評価する海外記者や関係者がいるほど、全てを兼ね備えた最強選手になった。そんな井上尚弥選手が、昔から言っていますけど記録やベルトはさほど興味がないと話したことがあります。興行を盛り上げるため記録更新に意欲的な発言をする時もありますが、記録はモチベーションの中心にはならないそうです。強さを追い求めたいと勝利を目指し、自分の極めた競技でファンを魅了したいという気持ちこそがキャリアを支えてきたようです。記録への意識を問われた時には、引退する時自分のキャリアを振り返って何を思うか、今は特に考えることではないと思います。自分のやるべきプレーに集中するだけ、勝利以外のことを考えるのは引退してから。この言葉は過去にの大谷翔平選手と同じ意味の言葉でした。20以上の競技で多くのトップアスリートを取材してきたが、確かに記録は気にしないという言葉はよく耳にする。ただ実際に頭から完全に捨て去りプレーにだけ集中するのは難しいのだろう。大谷と井上ほどの注目を浴びながら結果を出し続けた選手はいない。2人には共通した勝利第一の姿勢を貫く術がある。世界に名を刻む2人の日本人アスリートが同じ時代を生きている。ユニコーンとモンスター、どちらにも手を拝まずにはいられないと大谷選手の名前も出して紹介していました。ライバルが数多く存在し常に話題になる井上尚弥選手、注目度がこれだけある以上この先の活躍にも期待が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。